今日は浦島ちゃん先生のもとに質問が来てるぞ。睡眠薬で寝ても睡眠になりますか？睡眠薬で寝ても睡眠になりますかって意味がよくわからないんだけども、睡眠薬で寝ても健康的な睡眠ですかって意味だな、おそらくね。睡眠薬で寝ても健康的な睡眠ではありません。それはね、強制的な睡眠なので、脳の神経活動を強制的に低下させて強制的に寝かしつけてるだけなわけだから、もちろん疲れが取れるとかそういう意味においては睡眠というふうに言えるけども、それは生理的な睡眠、つまり正常の睡眠とは一味違って強制的に睡眠モードに突入させているという、まあ、そういうイメージだよね。だから寝られない状態がある、ちゃんと寝れてる状態があるといったところにおいて、全く寝られないのと比べると睡眠薬を飲んでも寝た方がいい状態があったけども、理想的なのは当然睡眠薬を飲まないで寝た方がいい状態だよね。三段構えっていうかね、というふうに考えるといいと思う。で、睡眠薬っていうのは基本的には緊急避難薬として考えるべきであって、何ヶ月も飲むもんじゃないんだよね本来は。日本ぐらいなんで、こんな何ヶ月も処方されるのが認められてるのは。他の国は何ヶ月ぐらいだとあるかもしれないけど、そんな1年以上とか何年も同じような薬をずっと処方して大丈夫っていうの国なんか他ないわけだよ、日本しか。で、最近日本でも長期処方って言って1年以上睡眠薬とか安定剤に関して同じ薬を投与してると薬価って言ってお金切り下げられるっていう法律が何年か前から徐々に厳しくなってきて、ようやくそういう制限っていうのが入ってきてるんだけども、他の国だとそんな同じ睡眠薬を何年も飲むなんてことありえないわけだね。どうしても寝れない、一睡もできないような状態があった時にそれを放置するっていうのは相当体にもメンタル的にも良くないし、うつ病の患者さんとかだとそういう状態があったら朦朧とした状態で自殺するかもしれないわけだから、そういうのを放置するのはちょっと危険だぞということで、緊急避難的に強制的にそういう寝るのもやむを得ないと。全く寝ない状態で本当に何日もね、そういう徹夜的な状態が続いたらそれは朦朧として大変なことになるということなので、緊急避難の状態として寝るのが睡眠薬の元々の意味だよ。だけどじゃあその間に何をするかというと、睡眠に悪い生活習慣をやめなさいということで、睡眠に悪い生活習慣というのはお酒を飲むとか、寝る前にスマホを見るとか、ブルーライトを浴びるとか、激しい運動をするとか、例えば11時とか夜遅くまでそういう蛍光灯の下で仕事をしてるとか、興奮した状態にあるとか、そういうことをしてる限りで寝れない状態が続くわけだ。だからそういう生活習慣の改善をしなさいと。睡眠薬が出た人っていうのはそういう生活習慣の改善を必死にやってですね、一日も早く睡眠薬をやめる状態に持っていかないといかんわけだけども、生活習慣を改善するってものすごい大変なんだよ。それは例えばお酒やめろって言ったってやめないでしょ、それみんなね。スマホ寝る前1時間見るなったってやめないでしょ、みんな。寝る前に食事するってのもよくないね。みんなそういう睡眠に悪い生活習慣を山ほどやっておきながら、やられない状態になった時に安易に睡眠薬を頼るから永久にやめられなくなるわけだよね。まあ、睡眠薬を長期飲んだ時にどんな障害が起きるか、外国では基本的にそんな何年間も睡眠薬を飲んでるってのはないので、まあ、よくわからないわけだよね。まあ、ある研究によって睡眠薬を長期で飲むと寿命が5年ぐらい縮まりますよっていう、そういう論文とかも出てはいますし、あと癌になりやすくなりますよっていうね、そういった論文もちらほら出ております。あと恐ろしいデータがあって、睡眠薬を飲んでる人っていうのは死亡率っていうのは高まるんでね、いろんな死亡率が高まって癌になる死亡率も高まるし、あと心臓血管系の死亡率なんかも高まるわけだよ。寝てる間にだから強制的にそういう睡眠モードに持っていくわけだから、心臓とか血管系に対しておそらく何らかの負担をかけるんだと思うんだけども、そうなってきた時に、まあ、浦島ちゃん先生だからこそ言う話だが、だいたい睡眠不足の人って、睡眠6時間を切る人ってのは普通の人と比べて死亡率が5倍ぐらいになってるのね。じゃあ睡眠薬を飲んで睡眠をきちんと取った人の死亡率って普通の人と比べてどのぐらいあるのかって言った時に数倍になってるんだよ。あんま変わんねえじゃねえかっていう、そういう恐ろしいデータもあるんだよね、これがね。だから睡眠薬を飲んで寝たらすごい健康的な睡眠ですかっていうと全く違うということで、それは緊急避難的な睡眠に過ぎないので、そんな状態に満足して何年間も睡眠薬を飲み続けるとどんなことが起きるか分かりませんよというところが、まあ正直な感想でござる。ということで、まあ睡眠薬で寝てもあまり健康的な睡眠とは言えないので、健康的な睡眠になるように寝る前の生活習慣の改善というのをやっていただきたい。生活習慣の改善についてはカバチャンネルの方で何十本も動画が出てるので、カバチャンネルのトップページからチャンネル内検索っていうのが使えるので、そこで睡眠と検索していただけると、そういうのを見ながらぜひみんなの睡眠を改善していただきたい。睡眠薬やめますか、人間やめますか。そこまで言えるかどうかは分からないけども、体に良くないことは確か。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。